市場なんてちょっと治安とか悪いんじゃないのとか。イシケタイムです。おぉーすげえ。これも世界遺産。アティトランコのヒッピー村サンマルコスで最高の時を過ごし、お世話になった聖子さんに見送られ、ボートに乗った旅下ろし。寂しかったけれど、次の町へ進みます。安い安いホステル探そう。そうしましょう。まあホステル見つかったらまた回します。ホステル見つきました。イエーイ。じゃあまあ今日ここで一泊して、まあ明日アンティグアに向けて出るっていう感じです。そうです。という感じで、もう今日は撮ることはないです。パラハチちょっとし、そうだね、編集するだけやね、ここで。というわけでまた明日はい、よかったです。というわけでこれからアンティグア行きます。行きましょう。はい、乗車完了。あ、というわけで乗ったわけなんですけど、まあ、みんな言うには3回乗り換えるみたいですね。大変だ。アディオスアティトランコ、アディオスネコさん。パラハッチェルからアンティグアまでは3回乗り換え、計4台のチキンバスを乗り継ぎます。まずパナハッチェルから3キロほどにあるソロラ、そこから幹線道路にある乗り換えポイントロスエンクエントスまで細かく乗り継いで、ロスエンクエントスからチマルテランゴという町まで行くチキンバスに乗り換え約1時間半。あ、今何だ。あ、何だ。あ、これダイレクトかな。多分違うと思うけどね。もう一回乗り換えるってみんな言ってたからね。行きましょう行きましょう行きましょう。まだまだチマルテランゴまで来たらアンティグアはもうすぐそこです。よし、最後のバス。ちなみにパナハッチェルにはたくさん旅行代理店があり、そこからパナハッチェルアンティグア間の直行バスを予約することはできますが、チキンバスの 3,4 倍は値段かかります。僕らは問答無用でチキンバスです。大好きです。嘘です。はい、着きました。着きました。というわけでちょっと荷物重いからホステル探そうぜ。探そう。そこです。マジか。めっちゃ可愛い公園の横にあるやん。オスタルアンティグエーヌ。それでは交渉していく。はい、というわけでね、もうここに決めました。でね、粘った甲斐あって一泊食われた。安いね。安い。というわけでね、ここで一つ事件が起きました。いや、ちょっと事件すぎる。部屋が良すぎ。ポポポポ140の部屋ではねえ。いや、俺ら2年間の旅でここより綺麗な部屋泊まったことあったかな。ないないない。過去一だよ。いや、過去一だよね多分、うん、マジで。もう覚えてないもん、これより綺麗なとこね。で、アンティグアで探すよ。最安をさらに超えていってからね。確かにブッキングの最安を、うん、さらに超えていったらこんなところに泊まれちゃった。今なんかドミトリーが埋まってるんだっけ。うん、だからドミトリーがいたらそっち移動してって言われるかもしれないけど、まあそうだね。ちょっととりあえずあれか、編集しながらこの街のことちょっと調べて皆さんにお届けする感じ。そうだね、みんな。そうだね、そうしよう。うん、うん、というわけでアンティグアに染まっていく。はい、どうもおはようございます。スタビオロジーの大塚です。まあ、いらねえか。というわけでね、もうね、アンティグア2週間います。いやー、もう2週間経っちゃったな。経っちゃったね。まあ編集してくんで許してください。本日はこのアンティグア
1000円でどこまで楽しめるか。イエーイ。1000円でアンティグアをどんだけ楽しめるのかっていうのをね、まあ、検証していこうと。1000円をバチンって入れたところ71ケツアグでした。しっかり71ケツアグでした。というわけで早速ね、まあ、こちらも世界遺産なんですよ。ベルセイユ、実は1800年頃に再建された教会で、まあ、めっちゃかっこいいよね。うん、かっこいいね。ほんですぐそこに、まあ、この町のシンボルみたいなものがあるから、とりあえずそこまで歩こう。なるほど。ドーン、めっちゃいいじゃん。めっちゃ天気いいね。もう名古屋の金時計的な、そんなもんじゃない。なんかアンティグアの写真といったらもうここだよね、うん、ここなんか売ってる写真とかお土産のなんか絵とか大体ここなんだよ。アストランクと一緒だけど、この辺り火山が有名で、この奥に見えてるアグア火山っていうのも、まあ、すごい綺麗なんだけど、その裏にもアカテランゴっていうね火山とかあって、そこめっちゃ綺麗。あ、そこ旅人めっちゃ行ってるよね。みんな行ってる。うん、うん、言うてもちょっとお腹すいたんで、この町をね観光して紹介する前にね、まずメリカド行こう。行きましょう。まずメリカド行こう。行きましょう。みんなね、グアテマラの市場なんで、ちょっと治安とか悪いんじゃないのとか思っちゃうかもしれないけど、そうでもないっすよ。いやー、全然そうでもないね、俺たちが感じる限りは。もう本当にフレンドリーな人ばっかだし、安くグアテマラの郷土料理を食べたいと思うんだったら、絶対にメッカドに行きましょう。うん、観光地だから表に行けばいっぱい飯屋あるんだけど、高いやっぱ。うん、全然違う。いや、全然違うね。3倍は余裕ですね。というわけで、コメ通り食堂ですね。食堂です。ここでグアテマラの郷土料理ね。あ、あった。レボルカード。レボルカード、レボルカード。何レボルカードって知らない。わからん。あ、わからんの。めちゃめちゃうまそう。めちゃめちゃうまそうやん。マジか。マジか。豚の頭です。すげえ。やばい。絶対うまいわ、ね、これはね、僕のスペイン語の先生がグアテマラの郷土料理何って聞いたらこれ言ってきた。いただきます。うまい。味濃いね、かなり。このスープの味が濃いから臭みとかは多分気になるよ。そうなんです。豚の頭はまああれやん、レバー。レバー。まあ実は他もね、ほとんど郷土料理なんですよ。まあね、うん、テリヤンとか。うん、でまあここら辺はグアテマラ飯動画作るんで、ちょっとチェケラお願いします。お願いします。とりあえず食べます。安いよね。安い。俺は腹パンだもん。ドリンクもついてる。うん。ね、はい、というわけで腹ごしらえしたところで、ちょっとメルカドぶらつこうか。行きましょう。2週間もいるんで、メルカドも結構来てるんですけど、トマトが安いと思います、僕は。なるほど。この国はスペシフィックだな、お前は。うなりブラ 1.5 ケツアールとか。なるほど。うなりブラ 1.5 ケツアール。どっちもわからないっていうね。どっちもわからない。何買うの？あ、まあトマトも買うし、あれだわ、味の素。味の素。もうほんとさ、売り方がさ、スパイスの売り方しとる。確かに。これじゃない？これ。あ、これだ。これこれこれ。これ味の素なんだよね。なんか結晶みたいな見た目ですね。お、あった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 。というわけでね、グアテマラでね有名なものはね、アメリカから輸入された古着です。もうすごいんですよ、グアテマラ。でもここもすごいね。グラシアス、グラシアス。アメリカ、それこそアメリカだから、もうポロとかさ、普通に投げたのブランドもポロって落ちてんのよ、そこら辺に。うん、普通でも100円とかで買えちゃう。え、待って、ここすごいよ。
や、ここすごいぜ。どこも山積みだわ。シャカシャカいっぱい売ってるわ。お、ほんとだ。これめっちゃかっこよくない？これエクアドクエストエステ？セクエンタ。あーめっちゃよくない？めっちゃいいやん、これ。これここであるか。安っ。コーデロイのパンツ。この真ん中の山、チケザグです。チケザグです。チケザグです。マジか。マジで。チケザグだから2枚ぐらいか。違う。あ、それ普通にいいやん。ビックリ。シルエットも良さそうじゃない。うん。グラシアス。いや、マジか。すごくない？というわけで、じゃあ街中を観光しようかな。もうせっかくなんで、食後のデザートとかね。フルーツもすごい豊富なんだよね。いやね、めちゃめちゃ何でもある。フルーツもやっぱり結構濃かったからさ、エボルカード。ああ。ちょっとガッてさっぱりしたいなっていう気持ちね。なるほど。あったわ。えです。これ買います。シガレットやん。いやデザート食後のミントとかいろいろ。25ここら辺も安タバコだね。うん、ここら辺は安タバコ。旅人にタバコの値段は重要だから、本当のデュルセ食うんで安心してみんな。というわけでセントロ戻ろう。行きましょう。散歩楽しいよ、やっぱり。うん。石畳でね、車もそんなスピード出せないよ。もう割と歩行者優先。うん。横の道も横の交差点も。それでね、こういうバシーみたいな急に現れるから。確かに。こういう中心とかはいろんなアルテサナートや、もうこのグアテマラの独特の民族の雑貨とかものが売ってるお店たくさんあるんだけど、まあ、その中でもね、グアテマラも石が有名なんですけど、で、僕はその有名な石を買いたいんですよね。なるほど。あらジェイドですね。ジェイド。ジェイド。翡翠かな、日本語だと。確か。枕目作るのが趣味なんで、ちょっと石仕入れてえなっていう。なるほど。やっぱ安いから、ここ。枕目作る人用だよね、完全に。うん、そうだ。これ緑色のやつが、まあ、一番一般的な翡翠だよね。琥珀かな。琥珀だね。で、そんでーす。石やパス。あ、ここも思い出して、感じですか。しますね。まあね。僕は自分で自分のお土産を作ります。どうせです。どうせ。どうせ。うん。普通のやつ。普通の。緑色のやつ。気軽にね、こういう石とか買えるんで、この街に来て枕が始めるのもありなんじゃないかなって思うね。どうぞ。ありがとうございます。ありがとうございます。頼みましょう。はい。はい、ここがど真ん中の公園です。多分憩いの場だね、みんな。そうだね。で、なんか知らんけどね、グアテマラの公園、噴水ありがちなんだよ。まあ、確かに。インディヘアの方々がめちゃめちゃアルテサナールってくるんで、うん。華麗にシカトシカマしてますけど。まあ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 。アイスでも食いながら、タバコ吸おうかな。吸えて。もうシンプルなバニラで攻めてますね。うん。自分の好みのアイス探します。探すね。まあオプションはいっぱいあるけど、うまそうや。うまそうでしょ。これ酸欠ある。インテリ。あ、いいね、いいね。いや、ちょっと疲れたらね、こうやってね。うまい。うまい。甘い。甘そうだな。溶けんの早いわ。気をつけて、日光が強い。ちょっと一休みしたらね、まあ、この公園の隣にあるように、これカテドラル。これも世界遺産です。アンティグアの観光には欠かせないですね、やっぱりこういう歴史的な遺産の中で歴史を体感する。さっきからさ、ちらちら遺跡的なものあるやつね。ああいうのは1700年代にあったサンタマルタ大地震っていうので、もともとここは首都だったんだけど、グアテマラシティに変としたらしいんですよね。で、その変としたから、そのままそういう遺跡とかが残ってるんだよね。だからああいう世界遺産として、ね、結構残ってるらしいんですよ。で、そういう世界遺産に入れる、それがこの町の観光
ですね。うん、いやだからちょっとコーヒーでも買ってさ入ろうかなって思うんだよ僕は。へえ、コーヒー屋さんと気にはなってたコーヒー屋さんだわ。ファットキャットコーヒーハウスですね。ラバウダやかけない。ラバウダ。アイスカフェ。グアテマラのアイスコーヒーが15リッターで安いよね。いやまあね。Gracias。アディオス。うまいぞ。そりゃグアテマラコーヒーですからね。しかもこのアンティグアのやつだからね、そりゃうまいよ。いやうまいっすわ。遺跡へと向かいましょうか。しかし暑いね。いや普通に暑い。1500m つっても南国だからね。こうもうすぐ雨季に入るけど、基本的に日中はカンカンで夜は冷えぐって感じよ。うん、結構風邪ひく人は引いちゃうから気をつけて。温度差あるよ。まあね、一日の中ではね。いやありました。来ましたね。これも世界遺産です。へえ。大聖堂すっごい古い。1736年に建築されたアンティグア最後の女子修道院です。女子修道院。なるほどね。ここは一番綺麗に残ってるらしい。修道院の中によって世界遺産に登録されてここに。あとは残ってるお金が14ケツある。14ケツある。なるほど。まあ、ナビオロジーケチして面白いところ動画に収められねえのかって低評価を押そうとして皆さん、運モーメントでお願いします。実は知ってました。世界遺産に登録されてる廃墟たちはどれも40ケツあるかかります。うん、ここもミュージアム込みになってるんで、いろんな説明とかね、歴史的な背景とか、うん、世界遺産に残ってないけどまだ残ってる遺跡っていうのはたくさんあるの。その中で普通に無料で入れる遺跡もあるんですよ。おお、それでいいじゃんって話なんで。まあね、こちとら。うん、これもすごい。いやすごいね。これもその崩れすぎてて世界遺産に登録されないだけで、世界遺産と同じように地震で崩れた遺跡です。いやー結構歩いたべ。いやー歩いたな。20分ぐらい歩いたかもな、セントロから。みんなトゥクトゥク使った方がいいかもしれない。見てチラ見してる。結構行かってない。そうだね。これ入り口かな。公園だな普通に。おお、かっけえ。かっこよくない？おお、かっこよくない？なんか一応工事中みたいになってるけどな。せーのでドローレス。ドローレス跡。うわーすげえな。すげえ、ガチガチガチ。マジ？スマブラのあれみたい。スマブラのバトルフィールドみたいな。どれどれ。おおすげえやん。これとかやばいぜ。これやばいっしょ。ね、もうガチン落ちた後だな。こんなにでかいのが上にあったってことはもう結構でかかったんだろうな、これ。でかい大聖堂だったんだ。なんかね、ヒップホップのアーティストここで TV とか撮ってる。いや、確かに。うん、休憩しようぜ、歩いてから。確かに。いやすごくない？あんな写真撮れないでしょ、絶対世界遺産じゃん。ね、うん、ここだから、あんなはしゃげた。こんなボロボロだからこそのさ、味があるよね。なんかアンコールワットみたいなさ。人も全くいないからね。うん、人がたくさんいるとさ、写真は映えんから。確かに。僕らはこうやってね、40ペソ払ってミュージアム付きのやつ行くより好きです、こういうところ。そうですね。おすすめですよね。うん、展望台行きますよ。展望台？展望台ね。また無料のアトラクション。本当やん。こっから登るんだと思います。うーん、噂ではそんなきつくないって言ってるんで、この坂道は安心し
まあ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 。ベナサルです。もうすぐ来いさ。楽じゃないっす。いやーしんどい。おお。うわ、火山バッチリなってんな。いや、これかっこいいね。いや、すげえな、このミラドール。すごいね。いやー、これはアンティグアじゃないと見せれない景色だ。このコロニアルでなんかオレンジに統一された街の感じと火山。いやー、ここはいいわ。それは聖子さんが絶賛するだけあるね。ちっちゃいね、街。そうだね、うん、いや、コンパクトだわ、やっぱ。だいぶちっちゃい。だいぶちっちゃい。なんかグアテマラ人の家族と仲良くなりました。はい。ほら、ムチャグストアディオスチャー。アディオス、ムチャグスト。はい、てなわけでね、もう夕方です。もう疲れたんで、あと余ってるお金でそこのティエンダでね、適当なものを買って枕に作ろうと思います、僕は。Sí, está bien? Sí, está bien, mejor. Bonita, muy bonita. Caimasu. Yo, macabre. Caimasu. Mucho super. Chili leggero. Ah, chili leggero, ¿cómo? ¿Cómo tiene? ¿Cómo tiene? ¿Cómo tiene? ¿Ne?0.5 のお釣りが来ました。 0.5 のお釣り。 Where does our sequencer? なるほど。もらっとくか。はい、使い切りました。使い切りました。ちょうどの水につけた。いっちゃおう。なるほど。ここからも過ぎてきたところです。はい、いただきます。うん、うまい。これやな、ゆりこ。じゃあ、一旦ホステル帰ります。見ながら、うん、作るわ。はい。できましたー。てか着替えた。あ、着替えた。めっちゃ良くない？あ、いいやん。つけたりも思えない。まあね。そしてどうですか。あ、つけたのもう。つけた。おお、いいやん。これでね、お土産当たったの12ケツあげる。そうだね。乾杯。乾杯。めえ。いやー、そらうまいよ。今日めっちゃ歩いたからね。めっちゃ歩いたからこんな歩くことないからね。アンティグア中もう右に左にもう引っ張りたことだったからな。そうだね。どうでしたか、アンティグア。伝わりましたか、リュウ君。いやー、伝わったと思うよ。まあね、もっとお金に余裕あればね、もっと楽しめるし。いや、まあね、間違いない、うん、そういうなんか、まあ、ツーリストは多いから、やっぱファンシーなお店はいっぱいあるからね。美味しいお店もいっぱいあるし、うん、そういうね、僕たちが今回伝えた魅力じゃ収まってないです。まあね、アンティグアの魅力っていうのは、うん、だからみんなもアンティグアに来て楽しんでくださーい。というわけで、ご視聴ありがとうございました。高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。チャオチャオ。キキが海好きじゃなかったら多分ここで修行しとった。分からん。全然分からんわ。何の話？何の話？見てないよ。あれマジで見てないよ。あれ魔法使いの女の子が見えない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 。海辺、海辺に行きたがっとらんかったらね、地元が海辺だったら多分アンティグアに行ったんちゃうみたいな。あかっこいい。魔法とか習いそうじゃない？いや、まあね、うん、いや、ジブリの世界っぽいよ、すごい。うん。